ました。今から後半始まりますけども、前半の結果、まさかの、まさか選手がワンナップということで、はい、大悟さん、前半の結果どうですか。まあ、そうですね、やっぱスタートホールであの方とアプローチで済ませていたんで、ちょっとそこからこうスピード感がなかなか溜めてないんで、まあ、後半は長いパターを打たんでいいように、ショット頑張りたいです。福士選手はそうですね、まあ、その大悟さんが流れに乗らないうちに丁寧にプレーして後半も頑張りたいと思います。はい、後半も頑張ってください。よろしくお願いします。はい、お願いします。ちょっと左ですね。うー、あー入らなかった。ありがとうございます。ダルさん、ナイスショーです。ありがとうございます。えぐいですね。なんか有言実行とはこのことですね。もうちょっと近かったらいいんですけどね。なるほど、うん、グリーンに苦労してるんで、はい、はい、なんかコマカントリーのグリーンにやられてます。なるほど、行ってみたら意外と近くて気持ち的に上のバーディーってこともある感じですかね。まあまあ近ければねいいですけど、はい、やっぱ2メーターぐらいあると、はい、やっぱ傾斜がなかなか本当分かんないんで、なるほど、ね、まあ、はっきり分かればいいんですけど、はいはいはい、まあ、どっち曲がるか分からん時ってなかなか難しいですもん。福士さん、ちょっと今グリーン外しましたけども、はい、先にちょっとアプローチして、そうですね、見立て寄せて、プレッシャーを与えたいですね。そうですね。はい、せっかくね、前半の勢いをそのまま持っていきたいところで、アプローチはあの好きな方ですか。そうですね、アプローチはもう案外好きな方なんで、はいはい、まあ、ちょっと自信を持って、はい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 、攻めていけたらなと思います。結構外からも狙ったりすることもあるんですか。外から狙う、まあでもちょっとコマカントリーさんのグリーンは狙ったらっやばいことになるんで、なるほど、まあ、できるだけその、ベタッとパターが入る圏内ぐらいに寄せて、はいはいはい、まあ、ちょっとプレッシャーを与えて、はいはいはい、大悟さん言ってますけど、はい、まあ僕は入れたらね勝てるんで、なるほど、はい、あ結構近い結構まあ近いんで逆に攻めれるかなって、なるほどね、はい、ありがとうございます。楽しみにしてます、はい、いきます。惜しい。ありがとうございます。大悟さん、バーディーパスです。バーディーです。完璧ですね。ありがとうございます。あ、ここまで近かった。なんとか入りました。ラフかな。大悟さん、ナイスバーディーです、はい、ありがとうございます。なんかもう言った通りパターをほとんど打たれていいぐらいの距離でたまたまねいやもう大悟さんクラスだったらまあ狙い通りで、ね、いやたまたまですよ。福士さん、なんかやっぱ先輩のなんかね威厳みたいなのを見せられたって感じですかね。そうですね、もうあそこまで、はい、ね、つけられたら、はい、アプローチは攻めるしか、なるほど、はい、逆に ない状況だったんで、はい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 、思いっきり、はいはい、いけたんで、まあ、あそこの方取られましたけど、はい、結果としてはまあ良かったかなと僕は思います。確かに福士さんのアプローチもね、はい、ちょっと逆目で難しい感じでしたけど、
なんかもう入れるって言ったらもう本当に入りそうでしたもんね。ちょっとそれもたまたまです。はい。はい、大悟さん動画撮れてないですけど結構焦ってましたよね。はい。まあ、横から見てても絶対寄らんなと思って見えたんで。はいはいはい。まあ無視してたら急に A ラインから転がってきて。はいはいはい、マジかと思って。ねえ、あのイーブンになったんですけど、まあここからがね、はい、本当の勝負だと思いますけど。そうですね。はい。まあ、あの2人とも T シャツね、まあ、あのラフに来ましたけどいいとこなんで、はい、まあ、次頑張ってください。はい、うまいけど弱い。あ、超えた。あ、超えたけどバンカーなんかな。あれよし、いいんじゃないでしょうか。ナイスです。結構登ってますね。ナイスバーディー。ナイスバーディー。かっこいいっすね。ありがとうございます。ありがとうございます。わからん。はい、おいしょ、完璧。ありがとうございます。ナイス。ありがとうございます。ナイスさん。はい。ナイスバーディーです。ありがとうございます。さすがですね。今のライン難しかったんじゃないですか。あ、まあでも難しかったですけど、はい、どっち曲がるか分からへんよりはまあまあ。なるほど。右曲がると分かってたん。もう絶対スライスなんで。なるほどね。まあいいかと思って。下りのスライスってなんか僕のイメージなんですけど一番難しいみたいな、そんなことはないんですかね。いや難しい。あんなたまたまですよ。あ、あんだけ曲がるのはなかなかね。僕が鬼引っ掛けしたんで黄色くなったんじゃないですか。いやまあ入れたらまあ別に。自分とおかげやと思って、はい、バーディー取れたの。どっちにしろまあまあ、まあ距離もそんな遠くなかったんですね。そうですね。まあ、あれがもうちょっと倍やったらもっとバントしましたけど。人によってやっぱスライスが好きとかフレックが好きとかあるんですかね。やると思うんですよ。僕日によって。あ、日によってもありますし。ウグさんはどっちが好きとかありますか。特にないですか。やっぱ僕はやっぱでもフックラインのが好きなんで。やっぱそうですよね。持ち玉と結構似てますよね。好きなんですけど、はい、まあそのさっきのホールのパターを見てもらったら分かるんですけど、はい、もうフックっていうよりかもう鬼引っ掛けやったんで、はいはいはい、そこはちょっと修正していきたいですね。なるほど。本当はさっきの入れて大丈夫さプレッシャー与えたんですよね。はい、まあ、アプローチでもうちょっとこうつけたかったんですけど。なるほどね。はい、まあ、あのまだね3ホールあるんでね、ここから巻き返していただければ、はい、頑張ります。はい、はい、すごい。筋ってるけど、あと距離は？ああ、だいぶショートです。
弱い。51度で、はい、きます。ナイス。ありがとうございます。ありがとうございます。よしです。完璧。あれです。これもチャンスあるんちゃう？あれです。草も草も今いいショットやったじゃないですか、はい、そうですね、ありがとうございます。狙い通りですか。もう追い込まれてるというか。確かに、はい、これがドーミですね。なんで、はい、うん、まあ、もう攻めようかという意識 で、まあ、思い切って打ちましたね。このホールね、うまくいけば2オンのチャンスとかもありますしね。せっかくやったらちょっとそれしか狙ってないですね。そうですね、はい、ちょっと大蔵さんをね、はい、ギャフンと一掘りでもよね。今日バーディーやったっけ。バーディーないっすね。このホールね、はい、このホールはバーディーどころかイーグルで、ね、はい、というか福士さん、ほんま5年にして本当うまいですよね。どうなんですかね、いや、まあ、5年にしてはまあまあほんまにすごいと思うんですよ。なかなかハンディキャップとか持ってるんですか。クラブハンデとしては、はい、そのゼロぐらいですか、ね、ゼロ。そうです、5年でゼロってすごいですね。そうですね。自己ベストは何ですか。自己ベスト68です。それいつ出されたんですか。多分大学生の時ですね。だからゴルフ初めて何年で。まず1年経たずに70台を出せたんですよ。すごすぎる。そっから2年半とかぐらいちゃいますかね。僕なんかもう18年とか9年やってますけど、17、8年経ってやっとなんかゴルフが小走りになってきたのに。それは見てみてもいいと。大学さんの自己ベストはどれぐらいですか。僕昔のベストは64ですけど。64。最近は66とか。すごいですね。何年間かは。いや、ほんま噛み合った時だけです。いやいや、すごいっす。巻いた。やめてやめて。ナイスレイアップ。ふうちゃん今の左行ったけど、なんかそういう気持ち的なのが力んだりとかしたんですか。いや、めちゃめちゃ力みましたね。カーン行きました今。やっぱり力んだ左行くこと多いですか。そうですね、基本やっぱこう力むと上半身 この手の力が強くなっちゃうんで、フェイスコントロールといいますか、ね、やっぱこう手を使ってローテーションしちゃうんで、やっぱそのロフト通りに飛ばないというか。ラフが影響したとかはないですか。あ、もちろんそのちょっと浮いてるっていうのもあったんで、ちょっと下に入りすぎて、ちょっとあのブッシュの中入ってたんです。そうですね。ちょっとややこしいとこ入ったみたいですね、はい、頑張ってください。
うまい。ナイス。なんとか、ありがとうございます。あ、すいません、ピッチングですか。ナイス。ナイス。です。まあ、めっちゃペラった。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ああ、よかったよかった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。本日の結果は、残り1ホール残して、ダイヤさんのクリアということで、はい、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。ダイヤさん、今日どうでしたか？いやーね、まあ、一応、後輩に当たるんで、同じ会社の、まあ、曲げるわけにはいかないっていう、ね、思いはあったんで、まあ、とりあえず、ほっとしてます。福祉選手はどうですか？そうですね、まあ、そのやっぱ食らいつきたかった部分はあったんですけど、やっぱその後半強みと、はい、まあ、僕のちょっとしたそのミスがやっぱこう大怪我につながってきたんで、はい、ここはもうちょっと帰って反省して、はい、しっかりまたリベンジできるように、はいはい、あの練習してまた出直したいと思います。聞くところによると、これがなんか大事な戦いやったみたいな。まあまあ社内的にね、ちょっと来年の、まあ、アマチュア競技の出場権を、はい、あの獲得できるかっていう、まあ、今日彼が勝てば、なんかシードっていう、まあ、社内的なね、はい、なんですけど、まあ、ちょっともう次回にまた持ち越して、はい、頑張りますので、はい、本当に今日はあの、はい、このチャンネルで戦っていただいて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。藤井選手、負けた罰じゃないんですけど、はい、ちょっと番組のために、はい、いいねと登録チャンネルで、ね、あ、わかりました。じゃあ、あの、一人でちょっと。ゴルフ極みチャンネルをご覧の皆さん、まあ、僕たち2人でマッチプレーしたんですけど、まあ、ちょっと僕が不甲斐ない結果で負けてしまったんですけど、また機会があれば、チャレンジさせていただきますので、皆さん高評価といいね、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。完璧です。完璧。